ザイフリボク属はバラカノ属の一つ。約20種が分類される。北アメリカ、アジア、ヨーロッパなど北半球の温帯に分布する。アメリカではハワイを除く全州に自生し、カナダでも一般的に見られる。アジアには2種、ヨーロッパには1種があるのみである。日本においてはザイフリボクのほかアメリカ産のジュンベリーが果樹として親しまれている。 落葉で、樹高は0.2から20メートルほど。五弁の花を咲かせ、果実は直径5から15ミリメートル、赤黒子に熟し、細かい種子を含む。果実や葉は、野生動物や昆虫にも好まれる。未生、刺し木、継ぎ木で容易に増やすことができる。特に三座子族や七窓族との継ぎ木の相性が良い。その多様性ゆえ、 分類が疑わしい種類がある。また、梨赤ではなく、下付け赤に分類すべきという意見があり、いくつかの種がアポミクシスであることも判別を困難にしている。学名、アミランキアはおそらくは、ヨーロッパ産のアミランキアオバリスが、オック語でアマリンクイールやアミランキアと呼ばれていたことに、由来すると言われている。北、アメリカでは、サービスベリー、ジュンベリー、 サスカトゥーン、シャットブッシュなど多くの故障が、種類、地域によって多様性をもって使用されている。サービスベリーは、果実の形状が似た七か窓から、ジューンベリーは6月に果実が熟す特徴から。サスカトゥーンは、先住民族の言葉、ミザスクエタミナが、由来とされ、カナダのサスカトゥーン市の名称はここから取られた。また、シャットブッシュは、 アロサが泳ぎ出す頃に開花するという言い伝えより、日本では、采配に似ている花からサイブリキと呼ばれるようになり、現在に至る。ジューンベリーの花いくつかの種の果実はブルーベリーにも似た、美味であり、生殖に適する。北、アメリカでは、パイやジャムの材料としてもポピュラーで、商業栽培されている種もある。先住民族の間では、 フミカンの香り付け材料として利用されてきた。一部の種は、庭木や、街路需要としても大変人気があり、花、果実、紅葉を楽しむことができる。材木は茶色で硬く重い。特に新材になるほど重く、色も赤みが増す。工具や釣りなどに加工される。17世紀には、アミランキやレマーキーがカナダからヨーロッパに持ち込まれ、現在では、 広い面積で栽培されている。サスカトゥーンベリー他にもいくつかの原種、後輩品種が存在する。ありがとうございます。